はい、ともゆきです。ついにですね、再販売が決定した GC コンが発売しまして、届きました。ということで、今回から GC コン使っていこうかなと思うんですけど、これまでね、最初にプロコンを使って、その後、ホリのクラシックコントローラーに変えて、それからずっとホリコンですね、を使ってました。で、一応ね、GC コンも試そうかなと思ってたんですけど、売り切れで買えなかったんで、試せずじまいで、ずるずるとね、ホリコン使ってたんですけど、やっと届いたので、軽く使ってね、なんか違いとかが分かってきたので、レビューというか解説というかしようかなと思います。まずね、プロコンからホリのクラシックコントローラーに変えた、大きい理由。プロコンって無線動向の前に重いんですよね。最初、プロコンでやってて、結構長時間やった時にすげえ腕が疲れてると。あんまり長時間練習できないな、みたいな感じで、ホリコンを試しに使ってみたらすごい軽くてね、感動して、それから、これでいいじゃんと思ってね、使ってました。あとね、ホリコンって、GC コンと同じボタン配置だったりするんで、それが意外と A ボタンとか B ボタンとか X ボタンとか A ボタンのこの配置が、自分の中では使いやすくて、これいいなって感じで使ってましたね。で、それらの2つのコントローラーと比べてじゃあ GC コンどうなのって話なんですよね。で、私が一番気になってた部分が、GC コンのですね、L と R ってボタンじゃなくてトリガー式になってますよと。そこがね、怪しいなと。あとはですね、L と R の部分にあるボタンが、R 側に Z ボタンが1つしかなくて、ホリコンと比べるとボタンが1個減っちゃうと。L 側は L トリガーしかないので、その中でもね、やっぱり一番気になってたのが、私はですね、小ジャンプを出すときにボタン2つ同時押しで出してるので、それがね、この GC コンでもできるのかどうか。具体的に言うと、GC コンの R トリガーと、Z ボタンにジャンプボタンを設定して、同時押しでね、小ジャンプ出せんのっていうのが、やっぱり一番気になってました。で、他のね、プロゲーマーとか GC コンをね、使ってる人って基本的にターンボタンで小ジャンプ出してる人がほとんどなので、多分 GC コン使って、その同時押しで小ジャンプしてる人って多分いないと思うんですよ。ほぼほぼ。ただやっぱりですね、Z ボタンかなの軽くちょん押しで、小ジャンプちょっとやってみたんですけど、やっぱむずくて、これはこれでまた、もしね、やり方変えるとなると、また時間かかっちゃうなというところで、じゃあ同時押しでいいじゃんってことなんですけど、それがじゃあできんのって話なんですよ。で、試しにやってみたら、できましたね。普通に。普通にできますね。やろうと思ったらできますね。ただやっぱりですね、Z はボタンになっていて、R はトリガーになっているので、そのボタンの仕様が違う部分で、やっぱ慣れが必要なんですけど、一応できますね。なので、その他のコントローラーを使っていて、ちょっと GC コンに変えようか悩んでるけど、ジャンプボタン同乗して小ジャンプできるのかって悩んでる人はですね、一応できるので、そこは心配しなくていいかなと。若干ね、押し込みが悪い時変な挙動になったりするんですけど、おそらく慣れの問題だと思うんで、一応できますね、ちゃんと。とりあえず小ジャンプに関しては、なんとかいけそうだと。で、あとね、L 側に、ボタンというかトリガーが1つしかなくなってしまうというところで、ここも若干気になるんですけど、私はね、L 側の方はシールド1個しか基本的に使っていなかったので、特に問題なくって感じですね。掴みボタンは X に設定して、もう1つのシールドを Y にしているので、最悪シールドシフトするんだったら、L トリガーと Y ボタンを押してやれば、ちょっとね、あんまり、このシールドシフト使わないんで、あれなんですけど、最悪いけるかなと。ここから反撃はちょっときついんですけど、できないことはないって感じですね。ということでね、一応その、ホリのクラシックコントローラーを使っていたりした人が、GC コンに変えるということも全然できますね。やっぱりそのオフライン大会で、じゃあどのコントローラー使うのって話になったら、基本的にはやっぱりプロコンか GC コンだと思うんですよ。それらの2つであれば、一応ね、出ないですけど、公式大会にも参加できますと、使えますと。で、GC コンもプロコンもね、海外大会とか行っても全然使えますと。ただ一方で、ホリコンはどうなのって言ったら、やっぱり連射機能がついていて、大会によってはじゃあ使っちゃダメとか、っていうことがあったりして、今後ね、その大会とかを見据えて練習してるって人は、やっぱプロコンか、GC コンになってくるかなってところなんですけど、プロコンはね、やっぱその無線で使わなきゃいけないってところが、それはそれで、一つデメリットがあるじゃないですか。ちょっと話題になってたりしましたが。ということはですね、もう、現状はですね、やっぱりその大会とかをちょっと考えている人は、もう GC コン一択なのかなとは思います。ということでね、私も今回から GC コンを使っていこうかなって感じですね。はい。で、実際に使ってみて、感じたことをちょっとね、話そうかなと思うんですけど、ホリコンと比べて、じゃあその GC コン何違うねんっていう話なんですけど、すごい大きい違いだなと思ったのが、斜め入力の入りやすさですね。GC コンの方が明らかにその斜めの入力が入りやすくてですね、まあ、具体的に言うと、例えばルキナだったら、反転上必殺技ですね。お、すごい出しやすくなりましたね。シールドキャンセル、反転上必殺技。これがね、すごい掘り込んでね、やるのがすごい難しくて、めちゃめちゃ練習してたんですけど、まあ、GC コンに変えたらね、まあ、明らかにやりやすくて、全然違いますね、ここは。もちろんそのしっかり斜めにね、入力しないとあれなんですけど、でもそれもやっぱり出やすいですね。で、私はね、結構、まあ、ピーチ使ってる時だったんですけど、一番多かった自滅って、これですね、この反転で、上必殺技が出なくて、自滅ってパターンが多くて、まあ、それがもしかすると、GC コンに変えればほとんどなくなるかもってぐらい、まあ、ちゃんとね、斜めに入力して、出せば、かなり出る感じなんで、今までよりね、そんな意識割かなくても、まあ、ちゃんと入力してれば出るっていうような感じなんですよね。ホリコン使った時は、もう本当にしっかり入力するぞって感じで入力しないと、なんかミスる時が多々あったんですけど、GC コンであれば、結構出しやすいですね、明らかに。まあ、ちゃんと入力したら出る、ちゃんと出るっていう。掘り込んだ場合は、なんか、本当にそこに正確に入力しないといけないみたいな感じだったんで、まあ、そこはすごいでかいです。大きい違いですね。まあ、なので、反転上必殺技を使わないキャラだったら別に問題ないと思うんですけど、反転上必殺技を対応するようなキャラ、または対応しなきゃいけないキャラですね。を使ってるんだったら、ホリコンはダメですね。GC コン使わなきゃダメですね、これは。それぐらい違うんで、まあ、すごい大きい違いかなと思います。あとはですね、若干、まあ、GC コンの方が歩きが出やすいというか気がするんで、まあ、ダッシュするときしっかりスティックを弾かないとなんか歩き出ちゃうってことがあるかなっていう、まあ、メリットでありデメリットな感じはしますね。今までのやり方でやってたらなんか歩き出ちゃうってことがあったりするんで、しっかり走るぞっつってスティックをちゃんと倒さないと、まあ、出ないけど、その代わり、微妙な距離の間合い調整をしやすくなるというか、歩きが出やすいってことはまあここら辺の間合い調整がやりやすい感じですよね。まあ、ということでね、まあ、左スティックの入力の感覚が、まあ、全然違うので、まあ、そこも、まあ、慣れが必要になってくるかなってことですが、斜めが入りやすいというメリットがありますね。まあ、あとはそんなに、まあ、大きい違いはないかなって感じなんですけど、まあ、GC コンにはホームボタンがないので、スイッチをね、電源を入れたり切ったりするときは、まあ、他のプロコンとかでやんなきゃいけなかったりするんで、プロコンで電源入れて、で、GC コンで操作するみたいな。で、消すときもプロコンで消すみたいなのが必要になってくるかなってところですね。あと C スティックに関しては、作りがね、ホリコンと同じ作りだと思うんで、ガチャガチャね、C スティック倒して使ってる人だと、プラスチック部分との上のなんかラバー部分が、なんか接着してる溝のところからですね、剥がれてきて、まあ、C スティックがね、消耗しちゃうんですよね。激しく使ってると。ここはね、まあ、ホリコンと同じような感じなんで、まあ、プラスチック部分と、その、C スティックのね、ラバー部分のこの接着面のところがあるんですけど、ここになんかビニールテープとかを巻いてなんか補強してから使うと、おそらくその消耗を抑えられると思うんで、私は今ビニールテープをで補強してますね。まあ、そんな感じですかね。はい、ということで、まあ、GC コンのね、レビュー的な部分はそんな感じになりますね。で、実際に、まあ、対戦してみて思ったことなんですけど、やっぱりですね、L と R がトリガーになってるっていうのが、やっぱすごい違和感があって、あとやっぱりその Z ボタンと R トリガーを同乗し、で、小ジャンプ出すというのも、やっぱ慣れが必要で、ある程度その使い込んで慣れてきたら、まあいい感じになってきたかなって感じなんですけど、慣れるまでが、やっぱりその慣れるまではね、すごい違和感があるんで、結構ミスしちゃうことも多いですね。まあ、ただ慣れてくれば、まあ、ホリコンと同じような感覚で操作はできるので、まあこれからはね、私は GC コン使って、練習していこうかなと思います。はい、ということで、まあ、GC コンのね、レビュー的なものに関しては、一応ブログにも書いたので、概要欄にね、リンク貼っておくので、よかったら見てみてください。はい、ということで、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして、概要欄に Twitter リンクも貼っておりますので、よかったらフォローもお願いいたします。それでは、またです。